きっとあなたももっとアートが好きになる。画のアトリエにやってきました。作田優希です。ここは京都にある9人の作家が集う共同アトリエ。もともと何かの建物ですか？染色工場。実際に住みながら制作している人たちもいるんです。作田さんは小説や昔話など物語に綴られる言葉や現象をきっかけに絵画を制作しているアーティストです。でも大きいものもたくさんありますね。使ってますね。この筆とかはもう高校生の時から、うん、使ってますね。そうなんですか、はい、筆ってそんなに持つんですね。写真ですかね。結構写真を撮るの好きで、植物以外の建物とかで通りがかって自分がこう面白いなって思った氷とか色彩とかを撮ってますね。この作品について教えてください。くどきのお話からちょっとイメージしたものですね。今の島根県の出雲の地域でこう国引き神話っていうのがあって、神様が地上に降り立って今の土地が小さいからもっと広げようっていうので、こういろんな場所から土地を引っ張ってくるっていう面白くて、作田優希さんも参加されるワットカフェエキシビジョンボリューム24は2月15日から26日まで、ぜひご覧ください。